暗闇の中でどこかの誰かの物語を光のように浴びる。過去も未来も海外にも宇宙にだってどこにだって行ける。それは眩しくてでも優しくて、時々怖くて、綺麗で、この星の物語は今はどのあたりなんだろう、なんて言うと少しロマンチックだけど。私の一日はここで終わって、ここで始まる。いらっしゃいませ。すみません、一枚お願いします。はい、お待ちください。少しお疲れのご様子ですね。わかります。はい、すみません、なんとなく今日はちょっとバタバタな日で。ご苦労様です。でも間に合いました。会場は10分前です。いってらっしゃいませ。すいません。同じ日付、私が生まれた日。お客様、大丈夫ですか？ごめんなさい、私。まもなく上映開始です。不思議な素敵な夢を見ていました。いらっしゃいませ。そうだ、私だけの映画はもう始まっている。タイトルなし。
私だってまだ知らない物語だって、それは私次第なのですから。